ドプリントサイト開設10周年の部にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。私たち仮面女子候補生です。よろしくお願いします。早速一人ずつ自己紹介していきます。アニメと漫画が大好き、ゆきのしほりです。はい、徳之島出身、民謡が歌えます、くらげちゃんことみつきさきです。沖縄出身の18歳、オレンジ色担当の植地俊です。はい、大阪から来ました、オレンジ色担当の野崎和歌です。はい、仮面ライダーとアニメが大好き、候補生のラップ担当、鈴村せりです。せりちゃん。長野県出身、14歳の森下真央です。高校1年生、15歳、笑点大好き、木下優里です。滋賀県出身、19歳の日向小春です。はい、好きなものは Wi-Fi とタピオカです。紫担当、くるみそらです。はい、緑色担当、クマが好き、高藤ひのです。今日このメンバーでステージを盛り上げていきます。お願いします。知らせの方に、はい、うん、私です。私の生誕祭が11月26日の一部でここで開催させていただくことが決定してるのですけど、してるのですけどただいまこの1回にて、私の盛り上げグッズを販売してるので、ぜひ買ってくれたら嬉しいです。明日の23時までなので、ぜひ今日の帰りとか買ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そして、ただいまね、東邦学園、音響専門学校さんにて、ただいま文化祭が行われてるんですけども、その文化祭にて、さよなら万歳友達という映画が上映会を行っておりまして、そこに私、ゆきのしほりが出演しております。アリスプロジェクト以外の映画の出演は初めてのことなので、もしね、よかったらぜひぜひ見に来てほしいんですけども、今日と明日2日間の文化祭なので、その文化祭の方のね、映画を見に行ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はね、アドプリントさんの解説サイト開設ね、10周年の記念、はい、10周年確かに今日の朝、おそ松さんちょっと見たんだけど10人でこう、10周年なんですけども、今日がね、ラストということで、コラボがラスト。今月いっぱい、今月いっぱいで、今ね、抽選、応募抽選みたいなのをやっていて、それが10月31日までなんですよ。グッズのね、抽選が、グッズって言えば今日もまたね、配られたんじゃないですか、そういえば、そう、そこに飾られてるんです。すごくない？めっちゃかっこいい、ね、飾られてる、欲しい、ね、それになんかさ、衣装とか靴とか入れてくれて、いいね。衣装と靴入るかな、入るかな、どっちかは入る、どっちかは入りそうだね。欲しいね、欲しい、純粋にも欲しいって思った。欲しいですって言ってればくれないから欲しいです。世の中そんなに甘くないよ、きっと。でもね、みんながね、それをね、たくさん使ってくれたら嬉しいな。はい、ぜひぜひいっぱい使ってくださいということで、まだまだ仮面女子候補生ライブ盛り上がっていきましょう。イエーイ。それでは聴いてください、アドベンチャー。今飛び出そう、儚い世界、太陽に届け。花が落ちる。
ではツイッターのお知らせをわかちゃん。はい、私たちは全員ツイッターをやっております。漢字4文字で仮面女子とつぶやいていただきますと、ここにいる全員でフォローしに行っちゃ遊びに行っちゃったりします。行っちゃいます。ぜひ皆さんつぶやいてみてください。それではまだまだ楽しんでいてください。それでは以上、私たち仮面女子候補生でした。